アイヒルです。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、布袋さんの名曲スリルのギターソロをピックアップいたしまして、もともとオリジナルの素晴らしいソロがあるんですけども、ライブでですね、このギターソロをアレンジしてアドリブで弾いてるあの動画がいくつかありまして、その何種類かピックアップして何種類かピックアップいたしまして、その比較と検証というか、まあ、比較と勉強をしていきたいかなと思っております。最後まで楽しんでよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、普段アドリブに関する知識を楽しく学んでいただけるチャンネルとして、やっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ノートでのレッスンやオンラインレッスン、対面のレッスンもやっておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、もともとこのスリルという曲はですね、あのソロのフレーズが素晴らしいんですけども、布袋さんがこうライブをするときにこうアドリブで、毎回違ったパターンを入れていらっしゃいまして、そちらのフレーズが毎回非常にすごい参考になるなと思いましたので、今からデモ演奏をお届けしたいなと思いますので、そちらをまず見てみてください。でしたでしょうか。まず最初にお聴きいただいたのが布袋さんのライブでの演奏なんですけど、冒頭の、フレーズがオリジナルのソロと変わっております。どちらかというとこうかなり最初はロックな感じで、ロックのこうギターソロだなっていう感じがあり、途中から何かこう変わって、でまた中盤から同じに戻るみたいな流れになってたと思います。はい、それではですね、次は、また違うライブでの演奏をご覧ください。でしたでしょうか。こちらもまたかっこいいソロでしたね。いきなり最初からこうピッキングハーモニクスで全然違う雰囲気になってましたよね。ここに関してはもう本当中盤までかなりずっとロックでこうパワーでいってる感じがして、こちらのソロも好きですね。で中盤からはまた同じフレーズになってます。はい、今のやつはなんかテレビで伊右衛門の吉井さんと共演した動画からピックアップいたしました。このようにですね、同じ曲でもですね、ギターソロを変えるというよりもギターソロの一部をこうアドリブフレーズを入れてっていう手法はですね、本当にいろんなアーティストがもうやっていると思いますし、僕も正直ライブを見に行った時になんかここのフレーズ違うみたいなのが結構好きだったんですね、ちっちゃい頃。なのでそうこういうふうにいろんなアドリブの研究とかもしてるんですけども、でただこう全部変えるわけじゃなくて、大事なフレーズは残しておいて、その時の気分でこうアドリブを入れると、なんかその日だけの特別な演奏になるので、僕は非常に好きなんですよね。まあそういう比較ができればと思っていました。いかがでしたでしょうか。はい、まあレッスンはいろいろやってますんで、またお気軽にお問い合わせください。はい、でですね、ここからは僕のチャンネルは基本的にはギタリストのこうマニアックなチャンネルとして自分の中ではやっていましたので、ここからは結構ギターマニアック向けというか、コーナーにしたいかなと思っております。で、一つ目のソロですが、個人的にすごく好きだった最初はもう Dm ペンタトニックスケール、D ですね、 D なので10フレットからのペンタトニックスケール、こちらを使っていますがメインになっています。で10フレットのペンタトニックなんですけども、このライブ YouTube で見たんですけども、このライブの時は実は半音下げて演奏してましたが、ちょっとオリジナルのキーに合わせてありますので、そこだけはご了承ください。なのでライブでは確か C シャープマイナーでやってたんですけど、まあ、Bマイナーに上げています。
で最初はペンタトニックで、まあ、みたいな感じで、ここら辺はすごくペンタとか、なんかすごくなんていうんですか、すごく定番な感じのフレーズだと思うんですけど、僕が好きだったのはここをピックアップしたいかなと思うんですけど、部分、その部分だけ言うとっていうのがなかなか面白いですね。なんというか、少しドミナントの感じというか、オルタードの感じがしていて面白いですよね。はい、まあ、僕はこの一つ目のソロはここが好きです、まあ、ポイントだなと思いますし、ここはタブをちょっと乗っけておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして、二つ目のソロは、ここは本当にかなりこうアグレッシブ、そのイエモンの吉井さんとやってたライブというかテレビの番組の映像がすごいかっこよくて、なんか本当その勢いがそのまま詰まったソロだなと思うんですけども、個人的に好きなのはどうかな、やっぱりあのオルタード感は途中でやっぱちょっと出るんですけど、まあ、途中のあれですかね、なんかこういう、なんかここのこう5度7に合わせたフレーズみたいなのが、スリルのギターソロって前半にもともとやっぱりあって、そこをライブでもすごく強調しているなという、感じが面白かったですね。はい、ちなみに後半のタラララララ僕は高校生の時にこれ練習してたんですけど、これも久しぶりに弾いたらすごい難しかったので、なんか気になられた方はぜひ、まあ、ここら辺は市販の楽譜で出てると思いますので、そちらをぜひチェックしてもらえればいいかなと思います。はい、という感じで今日はそんな動画でした。明日かちょっと分かんないですけど、また、楽しい動画上げたいなと思っておりますので、また、お待ちしております。そしてこの場を借りて、まあ動画のこの最後のタイミングですが、おかげさまでチャンネル登録者数がこのタイミングで1000人を超えることができました。いつも見ていただいている方のおかげだと思っております。今後はですね、見ていただく方をこうが増えてきているので、ちょっと僕なりにいろいろ毎回ものすごく考えながら、ちょっとこうテーマをピックアップしたりとか、まあやりたいことと照らし合わせながらやってるんですけど、まあ今までと変わらないマニアさんもあれば、もっとこう違う切り口から行くこともあるとは思いますが、今後ともまたよろしくお願いいたします。ギター楽しく弾いてください。それではまた。